アナトウとは、ベニの木の種子から抽出される色素である。このため、しばしばアナトウ色素と、色素をつけて呼ばれる場合もある。ビキシンの構造式アナトウを化学構造で分類すると、カロテノイド系色素と言える。ただし、アナトウは単一の化合物ではなく、カロテノイド系色素のビキシンやノルビキシンを主成分と、する。分子内に、強薬系の伸びている箇所が存在し、 ここが人の可視光の波長域の光を吸収するために色素として使用できる。また、ビキシンの構造から明らかなようにアナ等は本来は使用性の色素である。ビキシンは分子内にエステル結合を有しており、これは塩基を用いれば比較的容易に加水分解できる。加水分解するとカルボキシ元が現れるので幾分ながら水溶性が向上する。 さらに、この分子内のカルボキシ元を利用して、ナトリウムやカリウムなどと塩にすると、その水溶性は大きく向上する。いわゆる、水溶性アナトウなどと呼ばれるものは、このように塩の形にして、水溶性を向上させたアナトウを指す。アナトウは、ベニの木の種子から抽出する。その際に、アナトウの使用性を利用して、油脂などで抽出する方法もある。一方で、 水溶性アナトウを製造するのであれば、水酸化ナトリウムなどで塩基性にした水で抽出したりする。アナトウは黄色から赤色の着色料として食品添加物として用いられる場合がある。その場合にはアナトウやアナトウ色素などと表示される。食品添加物としてはアナトウを水溶性に加工した水溶性アナトウ色素が長く使用されてきた。 アナ等を食品添加物として使用する場合には使用基準が設けられている。具体的には昆布、海苔、わかめ食肉、クジラ肉、鮮魚貝類、お茶、野菜、豆類には使用してはならないと定められている。日本では食品添加物として使用するアナ等を天然着色料の一つとして分類している。なお、日本では 1991年6月までは天然着色料を使用していても表示義務はなかったものの1991年7月以降は天然着色料、合成着色料を問わず着色料を使用した場合には表示義務が課された。化粧品の中でも口紅などに色素としてアナトンが配合される場合もある。カロテノイド系色素は数多い。 天然着色料として使用されるものだけでも、例えば、甲殻類が原料のエビ色素、カニ色素、藻類が原料のヘマトコッカスモ色素、植物が原料の口なし色素、サフラン色素、マリーゴールド色素、パプリカ色素などと多数挙げられる。アルカリ金属との塩にすると水溶性が向上するというのは多くの化合物で一般的な性質である。 詳しくは、製材学などの教科書などを参照のこと。AB 谷村秋夫、食品添加物の実際知識 p 百四十二東洋経済振興者1九9二年四月十六日、発行 i s b n 四から4 9 2 0八三四九九 a b 谷村秋夫、食品添加物の実際知識 p 百四十一東洋経済振興者1九9二年四月十六日、 発行 ISBN4 から492083499谷村昭夫食品添加物の実際知識 P210 東洋経済新報社1992年4月16日発行 ISBN4 から492083499ありがとうございます